はい、こんにちは。裸足ランニングで一番いいと思うのはね、靴を洗わなくていいことですね。これはとても大きいと思います。雨の日にランニングしたらさ、ランニングシューズを洗って乾くまで走れなかったりするけど、裸足だとそういうの一切ないです。今ちょうど高架を過ぎるとこです。車なし生活が始まって2日目です。ふとね、あ、今時間あるから車を使って何々をしてこようかなと思って、あ、そうか、ないんだって、ちょっとした喪失感がありますけど、でもなんかね、ちなみに今走ってね、車でやってた用事を済ましてきたんですけど、意外となんとかなるかなって感じです。足は偉いよね、やっぱり。タイヤも偉いけど足偉いよね。ただし故障しなければですけど、今坂道です。迷いつつ道に迷いました。いつも車で来るところなんだけど、車じゃないから裏道行こうと思ったらよく分かんなくなっちゃった。ここはね、五差路なんだけど、どっち行けばいいんだろう。こっちかな、行ってみようか。違うかな。こっちかな。行ってみます。やっぱり間違ったかも。まあいいや。このまま行ってみます。こういうね、タイルめっちゃ冷たいんですよね。まだアスファルトの方がマシ。車がたくさん来る狭い道路です。狭い道路です。線路ところですね。線路を上が通っています。あ、電車来た。電車来ると取っちゃいますね。行きましょう。帰ってきました。アスファルトはね、それなりに冷たいですね。足の裏はね、こんな感じかな。晴れてるのでね、今日は。ではでは、またね。